新潟市立上山中学校は新潟県新潟市中央区オンライン池上山にある公立中学校。愛称は上中市街地の拡大により鳥屋の地区でも生徒数が激増し過密状態であった鳥屋の中学校の過密解消のために昭和53年に分離新設された。学区には県庁を有し地域は行政の中核地として発展している。 近年は学区内の再開発により若年層の人口が増加しており平成27年の国税調査結果では高区の高齢化率が約18%都市内でぶっちぎりの低さ市平均の27%を大きく下回った進学前の小学校2校の児童数増加しているのに伴い生徒数が増加しており急速な大規模化が問題となっている 全校生徒数752名度。新潟市内では、小針中学校、鳥屋の中学校に次いで3位。近年、生徒数が増加しており、新潟市の推計では、数年以内には900名を超える数になるとされており、市は対応に追われている。部活動 A、部活動 B がある。部活動 A は原則毎日、部活動 B は原則週に1回活動する。 部活動は強制参加ではなくなった。ありがとうございます。